松坂大輔さん、今話題の松坂投手実使用のグラブ発見。はい、徳さん来ました。知ってトクトク、徳さんのスポーツショップ巡りのコーナーはい、何のコーナーそれ足利市、はい、矢沢スポーツさんということで来ましたよ。老舗のスポーツ屋さんだそうです。じゃあ早速、はい、なんか行きますか。店構えとしてはやっぱ大きいよねプレゼント企画ですか。早速店内に入ると野球用品がぎっしり並べられておりました。もともと総合スポーツショップだったそうですが、数年前から野球専門店へと切り替わったそうです。なんか見やすいな、なんかちょうどいい規模感でこうウェアとか、うん、今度これアンダーシャツでしょ、ね、確かにちょうどいい規模感だね。なんかでスラパンがあると、うん、なんかいいわ、見やすい、確かに見やすい。お店作り素晴らしいです。うん、丸。誰ですか？お店作り丸。じゃあ、職人の方が片付けする場所だ。ここではスラッガーで湯もみを修行した職人の方が丁寧に湯もみ片付けをしてくれるとのこと。スラッガーがすごいね。これってはめても大丈夫なんですか？どうしよう。大丈夫です。西武ライオンズ奈良原宏さん、俺の先輩で。あ、これ提供さん。提供の先輩。提供さんですか？だって名手ですよ。そうだよ。ちょっと失礼します。先輩失礼します。どうぞ。いいよ。どうですか？どんな方なんですか？奈良原が。名手の方のグラブ。はい。無駄がないよね。無駄。補給に特化したというか集中されてる感じする。なんだろう、これだいぶもう年季入ってるからさ、あれだけど、これ本当に9年すごいな。やっぱここなんだね。艶がすげえ。ここなのよ。はいはいはい。ここポケットじゃない。ここじゃないのよ。こっちなの。はい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 。これなんだよ。そうです、先輩ありがとうございます。はい。どういたしまして。これちゃんと提供式でいかないと。提供式。した。松坂大輔さん、すっげえ。確かスラッガー使ってましたね、一緒に。使ってたね。すっごい、ちょっと失礼します。失礼します。松坂さんのグラブはすげえ。18、大輔って入ってるね。大輔系松坂。いや、どんな投球フォームでしたっけ？松坂さん？はい。そうな。松坂さん、これあくまで聞いた話だよ。俺の先輩になっててもおかしくなかったんだから。帝京ってことですか？そう。帝京か横浜だったんだって。紙一重。2000年前半のさ、上昇西武を支えた。片岡さん。片岡さんもね、若くして引退されてもうちょっと見たかったわ。あでも本当無駄がないな。でも個性出るね。個性が出る、すごく。違うんだやっぱり、ちょっと違う、はめた時に。片岡さんはクロスウェーブだね。本当だね。はい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 。こういうのかっこいいよね、刺繍ね。こう片岡って後ろに、あ、おしゃれ。あ、入ってさ、おしゃれだよね。失礼します。おお、中島選手ちょっとコンパクトめだな。セカンド時代、ショート時代ですよね。いや、ショートだと思うよ。もうね。あれですね、松井一夫さんと同じ、やっぱコンパクトだわ。片岡さんはどっちかというとこういう感じのに近い、中島さんはこう人差し指を残した状態でこういう感じかな。はあ、あります。はいはいはい。グラム量がね、すごいわ。あ、オールスターモデルのがいっぱい置いてあるんだから。すごい使いたいな。これ最強使いますからね。使える。スラッガーのグラブがすごいな。はあ。ちなみにこの矢沢スポーツさんではグローブを買うと、しかもさ、クラブ片付け無料だって。そう、なんと無料になるんです。気に入ったグラブを購入し、さらには即戦力のグラブになるスポーツショップということですね。さらにグラブを見ていると私衝撃を受けました。マジでよく考えるね。何すごいわ。説明してください。ウェブって従来はこういうふうにさ、まあ、俺が使ってる好きな HWeb だとしたら、ここにがっちり紐を通してはめ込んでやるから、やっぱ硬いのよ最初、柔らかくするときってここ結構難しいのね、この紐も多いし。なるほど。これは曲がるべきところに全部紐しかないから、自然に曲がるのよ、だから結構すぐ使えると思う、しかも中もね、なんか奇抜な、そうこれ見えるかな、ここ多分ない、おそらくいらないとこなんだよね、皮、曲げるときになくてもいいんだよね、親指が入って人差し指あって、ここのネットの部分、内側だとこの辺の部分、こう曲がるようにうまく、しかも軽くなるし、そこないと、そう、これすごいわ、考えられている、こう屈曲っていうのかな、屈曲するに特化させたグラブなんだね、すごい。さらにまたアシックスさんのこちらのグラブですが、じっくり見てるとある違いに気づきました。画期的な近未来的デザインですね、これもアシックス？これもアシックスだね。ちょっとこう角度違う形で攻めてきてるね、アシックスは。近未来感すごい。これすごいコンパクトだな。ちなみにですね、あと、セカンド系。ちょっと待ってな。形が？いや、なんだろう、わかんない。これ違ったらあれだけど、感覚的に人差し指のところが短い気がする。グラブってこう、なんかこういう感じになってるイメージ。わかるかな？平ら？そう、地面に対して角がないんだよね、ここに。こういう。だから地面に対して平らになるんじゃん。ちょっと待ってな、ちょっとテンション上がってきた。ここお店の人は大丈夫か？こう行くときに多分ここが。山切りだと、ここがついてここが浮くみたいなですねだけど、これは多分スッて出した時にこう平行に地面となるっていうような感じなんじゃねえかな、多分これそんな気がする。間違ってたらごめん、面白いわ、アシックス面白い、また何か、わあなんだそれ、玉沢なんだこれジャングルに熱帯雨林にいても分かんないですよね。これすごい。特別仕様って書いてあるけどね。確かに特別感すごいね。江戸前って書いてあるけど。歴史あるメーカーですから。そうだね。はい。すごいわ。歴史あるメーカーだけどこういう冒険をするという素晴らしい挑戦。やっぱこう変わらないために変わっていく。あ、そうね。深い。玉沢さんのその気持ちを感じる一品だね。変わっていく勇気。そう。ね。すごいね。中学校の時これで練習した。これなんですか？あ、見ないのこれ練習なんないでしょ。これここで撮るの。そう、これ本当にね、俺マジでこれ中学の時やってさ、マジ培った。要は網に頼らない、しっかりボールをこの芯で捕まえて、ゴロはこの面で補給して投げるという。取れるんですかこれ？取れるの。慣れないと取れないよ。網で取ろうといつも取ってる人はバンバン空振りする。これちょっと面白い。今度やってみる。これいくらですか？そしてスパイクコーナーではあるものを発見。それ何？これ何？Z さんちょっとどうした？これはやばい。アルミホイルか。これメタルクーラーだろこれ。メタルクーラー。最強のやつじゃないですか。メタルクーラーきた。これ使ったらやばいね。トフこれ使えるんだろう。26センチって書いてあるもん。売り物じゃないかもしれないけど、記念モデルこれ。メタルクーラーでこれ。こんなことできるの？これ悟空とベジータが一緒になって突撃してようやく1体倒したのに、その後もう死ぬほどおかしく出てきて、あ先生、なんでしょう。今度はゴールドありました。これは SK さん？いやこれも Z さんもそういうことやってるな。これゴールデンフリーザじゃん。今度は最新のやつね。ああ、これゴールデンフリーザはちょっとゴールデンフリーザに、頼りすぎて最終的にパワーなくなって、これでも8610円って書いてますね。意外とお手軽っていう。しかも27センチか。ダーンと金のスパイク。これはやばい。これはやばいね。これはすごい。だって裏もでしょ。そうだよ。こんなんに。これお前、これでお前打席入ってや。なあ、こんなんしてさ。これはやばい。これ普通に商品化したらいいのにな。で、履いた感想を言うと、はい、ちゃんと普通のスパイクだわ。ああ、そうなんですね。全く履き心地は悪くない。へえ。しかも後ろプラスチックっていうかね、樹脂底だから。そう、エナメルのやつだし、全然履きやすいよ、普通に。使えるぞこれは。Z さん、ぜひ商品化してくれ。これじゃん。この前ジュンが言ってたやつ。ああ、なんか柔らかくなるっていう、SF1。これ買ってこうかな。グラボ柔らかくなるんですか？柔らかくなるやつ。はい、というわけで矢沢スポーツさん訪問しましたが、この日我々約2時間ほど、ずっと散策をしておりました。野球人にとって全く飽きさせないお店作り、本当に素敵です。もうちょっと痛かったぐらいでしたね。面白い商品いっぱいありました。告知の後は徳さんオーダーの Z グラブを手放す?4月のプレゼント企画だ。おい、ジュン、ホタル、こっちおいで。特産 TV から視聴者プレゼントやったんだった。いいなあ、嬉しいよなあ。キタキツネも喜んだら、ラララララララ。ちょっとイメージ、少しこっちポケット、ちょっとちっちゃめに作ってるんですけど、まあ、小指がちょっと効く形になってるんですよ。あ、はい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 。まあこんな形でボールがこうつつくようなイメージで、一番自然なやつなんですけどね。急にどうしたんですか？スッと入る。急に。このスポーツショップの社長さんがスラッガーの右の達人江頭さんっていう人がいるんだけど、その人の元でずっと修行積まれたっていうから、弟子でいらっしゃる。今シーズンの相棒になる Z のグラブ、まあだいぶ柔らかいんだけども、今矢沢さんに見せたところ、もっとしっくりきますという話で、だからここがちょっとやっぱ硬いですね。ここの部分が硬いんで、やっぱこうプレスでやっぱ皮自体しっかりしてるからさ、なかなか時間かかるっていうのもあるんだけど、まあもっとしっくりくるっていうから、そうちょっと。お願いしようかなっていう、なんかご縁で、そう今相談をね、いもみの。なるほど。へえ。どれぐらいかかるもんなんですか、いもみ自体は。期間、時間は。1週間ぐらい。なるほど。じゃあ一回お預けしてということで、進化させるために。矢沢スポーツさんにちょっとじゃあ。すみません、ちょっと。いいですか、じゃあ。託して。遠くはるばる栃木の地で、グラブを預けるという。はい。